どうも、このまるです。キータロです。今日は、ボーイズプラネットアーティストバトルのガンプラが出たので、そちらの感想いってきます。なんか、もうあれなんかね、スポですごいバレてるだろうみたいな。メンバーこれだぜみたいな。そういうあれなん？あ、そっか。そうだね。なんか我々、だからもう知った気でいたけど、そうだよね。公にはまだ知られてない手っちゃ手だもんね。一応そうだったんだけど、そう別に本編さ、うん、見たわけでもないのに。うん。なんかすごいよね。なんでこれ出してきたんだろう、嬉しいけど。そうだね。え、こんな、毎回こんなんだったっけ？違うよね。こんなことないよね。いやーでも、なんかダンプラっぽいのは、48の時も出てたし、うん。プエクもね、チラッとだけ出てたような気はするかな。あー、もうそっか、ここら辺まで来ると割ともう順序バラバラっていうか。うん。うん。でも、本編の前だったか後だったかちょっとあんま覚えてないわ、いろいろ、そういうのは。うんうんうん。こんな早かったっけとは思った。普通に、ね。そうだね。普通にだってフルだもんね。うん。いや、そうなん、そうなん。じゃあ早速ね、まあ、一曲ずつ見ていきたいんだけど、まあ、まず最初がね、このスイッチのチームじゃん。うん。いや、私さ、ごめん、先に言わせて。シュワイボこんな大きいと思わなくてびっくりしたんだけど。いや、そう。なんかさ、粉丸にまずスクショ送られてきてさ、言われて、見たけど、ほんとすごいね。めちゃ高身長だね。いや、そうなん。なんか、え、何センチなん？ごめん。公式調べてないからさ、まあすぐ見るよって話なんだけどさ。うん。シュワイボマジで190センチぐらいある？マジで。いや、さすがに。いや、でもどうだろう。でも、この感じだともしかしたらあってもおかしくないかもしれんね。いや、そうなん。なんかさ、ユン・ジョーンとかも結構大きく見えるじゃん。うん。でもなんか身長とかなんか、ガタイ自体結構大きいみたいな。なんなら。そう、今調べました。はいはい。シュワイボ君185。あー、なるほどね。うん。185と。やばすごい大きなギャルだね。うん、大きいね。いや、私、そう、シュワイボ小さいと思っとった。全然小さくなかったね。あー、まあ、お顔立ちがちょっと可愛らしいから、なんかそういう風に感じちゃうところはあるかも。うんうんうん。いや、そうな。今回新たな発見、シュワイボめちゃでかいっていう。確かにそうだね。いやもちろんね、多分ファンの方からしたらね、今更の話なんだけどね。そう、うんうん、追ってなかったから、なるほど、うん、みたいな。ねえ、まだまだなんか、あれだね、知らないことはあって、面白いね。ねえ。あ、で、そういえばもう、もちろんスイッチにはさ、キムテレがさ、髪の毛下ろして猫耳つけてるけどさ、どうなん、キムテレ、今回。いや、めちゃくちゃいい。ね、かわいいね、うん。頑張っとるね。そう、頑張っとる。しかも、最後なんかやっぱり、シャウトの部分もあったから、うんうんうん、それもめっちゃ期待。そうだわ、うん。キムテレがめちゃ活躍してるらしいから噂によるとね。ねえ、そう、スポー曰くね。うん。よかったね。うん、そう。もうなんか、セイマイネームへの未練はもう断ち切りました。嘘です、これは。皆様、これは、こういうの建前って言うんですね、皆様、これは。この方はすごいしつこいので、本当、心では、セイマイネーム、うんってちょっと思ってます。やばい。でも、先に見通して言うのやめてよ。で、当たっとると思う、多分。うん。いや、そうね。まあ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 、それは 100% ではないけども。うん、そうだね。でも、ほんとこの歌って踊ってるの見たら、なんかすごいめちゃくちゃ良くて。うん、そうだね。うん、そう。いや、なんかね、ダンスも、てか歌って踊ることに対してのバランスがすごくいい。ね、そうだね。うんうんうん。だって結構ここ実力者多いじゃんね。そうなん、そうなん。まあ、そこにいるのもすごいし、なんかそこにいてこう踊ってんのもなんかすごいしさ。うん。あとこれやっぱ3日で仕上げたんやろ、多分ね。だから。ああ、そっか。どうやらそういう噂だもんね。そう。いやいや、大変だよね、絶対。うん。あとさ、なんかこれキリングパートはさ、まあ、いわゆるセンターは、パクハンビンなんかね。なんかぽいね。そう、ぽく見えたんだけど、どうなんだろう、中村なんかな。あー、そっか、中村くんかもしれんか。なんか最初のさ、入りがパクハンビンだから。うん。あ、でも最後もめっちゃパクハンビンで踊っとったりするから、やっぱパクハンビン見えるね。まあ誰でも輝いとるけどね、うん、みんな輝いとるけどね、もちろん。うん。なんかバランスいい、てかみんなちゃんとね、見せ場あるし、みんなに目がいく。うん。うん、でもパクハンビンかわいいな。かわいい。てかパクハンビンでもめっちゃいいね。そうな。私ほら、実はちゃんと投票しとくからね。そうね。いや、そうなんよ。いや、あとね、ケータもね、
なんかちょっとパート少ないなと思ったんだけど、そこはどうなん？やっぱちょっとみんな心配しとるよね、最近ね。まあ、まあそうね。まあ、確かに。それはなんかちょいちょいね、伺えるね。うん。でもなんか、そのオーバービーも見たんだけど、オーバービーのあの曲の雰囲気、あれセクシーな感じ、うん、まあもちろんケータで見たかったけど、スイッチの方がなんか雰囲気には合ってるような気がしてて。ああ、はいはいはい。その、まあ、ケータが正解にしてきたみたいなところあると思うんだけど、結果的にすごい、うん、こっちすごいしっくりくるなと思って。うんうん。そうだね。この結構激しくて明るめな感じってケータの雰囲気に合ってるよね、すごい。うん。そうそうそう。ちょっとまあヒップホップ要素みたいな、なんだろうね。で、あとさ、このサムネにあるさ、このケータとユン・ジョウンのこのなんか可愛いやつは何なんだろうね。確かに。本当だ。そうそうそう。なんかね、二人で、ちょっと、なんかちょっと戯れて、うん、パーンって弾ける感じだったっけな。いやなんかね、ケータペンがね、ここにめちゃくちゃ燃えとったんよ。はい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 。そう。なんか、かわいいみたいな、なっとって。ね、うん、ユン・ジョンとの絡みが。確かにかわいい。ね。え、だってさ、ここさ、ジョン君さ、ケータの頭の後ろも手添えとるよ。やばい、リアコ感やばいね、それ。やばいね、それで鼻ツンってやっとるんやろ。え少女漫画でも回せんよね、そんなんね。そんなことせんよ、なかなか。うわー、すご。めっちゃ可愛いね。沼いね、そしてユン・ジョウも。うん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 。ね。あとさ、この曲さ、なんか後半のダンスブレイクみたいなところでさ、ちょっとテンポ速くなるじゃん。うんうん。そこがめっちゃ好きな。え、あそこいいね。急に速くなる感じ。そうそうそう。で、なんかユニゾンでみんな踊って、みたいな。なんかさ、なんかその後さ、ユニゾンで踊った後さ、みんなでくるくる回るとこあるんだけどさ、うん。なんかさ、ごめん、違うボイプラの曲でさ、くるくる回るそういうやつがあったね。確か、ローかな。うん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 。そうそう、それのことさ、ツイッターで見たのがさ、イケメン回転寿司って言ってる人いてさ。やめてそれ以来、ぐるぐる回るやつ見ると、ちょっとそう思ってしまうんだけど、今回もそれだなってちょっと思った。うん、じゃあ今回も、スイッチはイケメン回転寿司。そう。いやいや。で、からのなんか、まあ、キムテレがさ、さっきも言ったけど、あの、フェイクするとこ、まあ、シャウトするところがあるんだけど、なんか、その後かな、なんか、ジョーン君、前に来たジョーン君を、ちょっと、手引っ張って、タタタタって後ろにやるとこあるんで、そこめっちゃ可愛いよね。うん、いや、今見たら本当にさ、ガチガチってやっててさ、キムテレが。そう。え、もしかして、キムテレの、まあ、つまり、ラプンツェルの王子ってこと？あ、こっちこっちってそう。友人、こっちだよって。いいね。そう、王子の名前系。ユージーンのはず。私もあんま見てないよ、ちゃんと。見てないにこんな引っ張っとるネタ。嘘やろ。じゃあ次が、スーパー、ジャージャー、スーパー、スーパー、ジャージャー。キータロさんがさ、TXT の40のさ、40が持ってるさ、セリーのバッグかっこいいからさ、調べたら50万で、スーパー、高い、スーパー、スーパー、高いって言っとったね。ねえ、なんでそんなこと言うん、バラすんな。なんでバラすんでもスーパー高いよね。スーパー高くてマジ震えた、サイト見て。セリーヌスーパー高いね。スーパー高い何スーパー高いスーパー高い。いや、ね、スーパーチャージャーさ、なんか、みんなの頑張りとかさ、なんかいろいろ泣けてくるよね。いや、そうなん。なんかで、移動してきた組が多いっていうのとかもさ、いろいろ考えて、さ、このクオリティっていうかさ、うん。うん。めちゃくちゃいいよね。いや、そうなん。でもやっぱな、何よりね、何より、ハルトめっちゃいいね。ああ、ハルトいい。なんかさ、やっぱダンスうまいうまいって言われてるし、もうもちろん知ってたんだけど、うん、なんかこういうほんとゴリゴリのかっこいい曲もほんとかっ、なんか本当にできるんだなっていう。うん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 。すごいね、なんかさ、やっぱいろんなステージを経験してる人じゃんね、ハルトってね。そうね。なんかそういうさ、ステージを作り上げる力みたいなのもすごい感じたわ。なんか、うん、なんだろう、例えばさ、本当に顔の向きとか、こう後ろに振り向くときですら結構軸がずっと、あの、正面にあるみたいな感じあって。うん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 。そう、ターンの感じとか。なんかまあ、それはバレエとかで多分やったやつだと思うんだけど、なんかそういう綺麗さとかもあったりして、うんなんかすごいなっていう。わかる。いや、なんかそう、所作なんか美しい、すべてが。うん。
うん、でも力強くてかっこいいんだよ。いや、そうそうそう。で、顔の表情めちゃくちゃいいから、なんかね、なんかめちゃ引きつけられるんよね。いや、そうなん。あと、ズーハオね。はい。です。ズーハオ、ここやで、みたいな。ここで正解やったで、みたいな。うん。いや、マジでそう。なんかさ、ズーハオさ、なんか私服っぽいにか、なんかみんなさ、うん、結構練習着とかなのに、ズーハオ私服っぽくて、なんかさらっとや、そう、そっちのファン。さらっとやってきて、なんか、すげえかっこよく踊ってやってくる人みたいな。わかる。なんかそういう先輩いるじゃん。なんかそういうさらっと、あ、やってんね、みたいな。混ざって、めっちゃうまいみたいな。OB ね。そう、OB みたいな。チノファンズーハオ OB じゃん。OB な。先輩やっぱすごいっすね、みたいなね。いや、そうそうそう。そんな感じがいいよ、マジで。いや、思った。なんかこのしっくり感半端ないね、スーパーチャージャーのね。いや、わかる。もうスーパーチャージャーよ。彼は。うん。うん、え、でも、ここみんな良くて、なんかね、ソーンとやっぱウンギさん、このギャルズね。うん、ギャルズ。いや、でもどちらも上手かったね。ソーンはソーンで、私、声いいなと思ったし。ああ、そうね。そう。え、これそうだよね。レコーディングしたやつだよね、多分ね。うん、だと思う。本人の声だと思う。そうだよね。そう、すごいいい声だなと思ったし、うん、いや、ウンギさんね、ダンスこういうゴリゴリもやっぱできるんだっていう、改めてね、その今までアイドルやってたからさ、うん、そう、なんか、うまさみたいなのすごい感じて、新しい魅力だなって思ったわ。あ、わかる。そう、ほんとこのギャルズのお二人は、ね、やっぱ可愛いイメージどうしてもあるじゃん。うん、もうお顔も可愛いしさ。うんうん、うん。え、だけどね、めちゃくちゃ上手。ね。うん。ギャップがやばい、たまらん。ギャルズといえば藤井美穂だよね。それさ、漫画やろ。合っとる、スペルも。合ってるよね。合ってると思うけどさ。いや、怖い。今俺、ハイビスカスかこうとしたの。え、でも、ハイビスカスがどういうお花かちょっともう覚えてないよね。合っとるかな。合っとる。なんか、こんなんじゃなかった、ハイビスカス。合っとる。合っとるって何あるあるギャルズ分かる人だけめっちゃおもろいっていうね。そうね。まあでもギャルズと言ったらもう藤井美穂だもんね。いや、そうなそうな。あとさ、あとタクトね。あのね、タクトめっちゃ頑張ってて偉いなってなったんだけど、何よりね、後半のさ、のけぞる系のスーパー、ジャージャーで、どんどんのけぞるやつの体幹の強さ、うん、タクトすごくて、びっくりのけぞりなん。すごいのけぞっとる。すごい、反りがすごいよね。この、マトリックスしとるよね、めっちゃね。いや、うん、すごい、すごい、すごい。なんか、タクト、ね、やっぱ体幹いいんだね。なんか、うんうんうん、くるくる、くるくる回るじゃないな。飛んだりするもんね、タクトね。うん、うん、そう、アクロバットね。タクトすぐさ、こうやってくるーんってなんか回るからさ、何これ何これサムルイさんじゃなくてじゃあ、これルイさんだわ。このくるくるは。そう、くるくるはルイさん。うん。あと、オリーもすごい頑張っとったね。うん。なんか、オリーといえばね、たまたま単純に決めるときのあれかな、予告で流れたやつでさ、まあ、難しい、みたいな。うんうんうん。なんか、対象したいみたいなこと言ってたよね、確か。いや、言ってた。なんか、テロップが出てたよね。うん。あれ、どういう意図なんかわからんけどさ、あれなんかな、しんどかったってことなのかな、もしかしたら。ねえ。あとは、もしかしたら、その、手、さ、ちょっと怪我してるから、なんか。ああ、そっか。うん、そういうところでもしかしたらなんかね、思うことあったんかもしれんね。そっか、なんかこの手指臭いみたいな感じでやっとったけどさ。そう。スタクリの皆さんにどうぞみたいな、臭いのどうぞみたいな感じだったけど。やってたよね、こうやって。そうそうそう。ね、オリーさんオリーの手。で、次、オーバーミーね。いや、私、オーバーミーめちゃくちゃ好みで。うん。ジャンハオやばかったんだけど、どういうことなんかね。いや、ジャンハオやばいね。でも、ここみんな上手だね、まず。いや、わかる。そのバランスめっちゃいいチームとしての。そう。なんか、なんだろうね。このチームだよね、これね。本当に。うん。いや、もうグループです、これは。いや、そうなん、そうなん。うん。だからみんながすごいかっこいいなって思ったし。うん。でも中でもやっぱジャンハオセンター、まあ、キリングパートだもんね。確か。うんうんうん。見せ場もあるしっていうので、しかもそのさ、見せ場をさ、最大限さ、ジャンハオがジャンハオしてくるじゃん。
そうだね、ジャン羽織っとるね。いやもうなんかたまらんかったよ、すごすぎて。ああそうだね。いやちょっとこれはね、うん、やばかったわ。だってこんなカジュアルなさジャケット着とるにさ、もう私の目にはね、あのスケスケの、スケスケではないか、あの白いシャツみたいなテロテロの白いシャツ着てるようにしか見えんかったからね。そう、でもちょっと注意してほしいのは、一つコラあったからね、あのファンの人が作ったなんかコラのやつ、お腹見つかった。そうそう、お腹見つかった。それは違うからね。うちらがあれすごかったんだとかってやつで、あれコラだったもんね。そうコラだった。そう、でもコラじゃなくても、あの予告のやつも十分すごかったよね。うん、すごかった、すごかった。いや、なんか、なんか体感すごいんだろうなっていう、改めてね。うんうんうん、そうね。なんかさ、軸ぶれなさやばいみたいな。やばいやばい。なんか綺麗なんよね。なんなんかね、ジャンハオって恐ろしいよね。いや、そうなん。なんか、いやさ、うまかったと思うけど、もともと。なんか、あんまりそんなイメージ、うん、俺があんまちゃんと見れてなかったからかな。なんかダンスすごいね。いや、うちらでもね、ナンピンなん時、ソンハンビンとジャンハオやっぱすごいって言ってたよ。この2人。結構。うん、この2人すごいって言ってた。特に。ああ、じゃあうちらちゃんと見とったね。見とった。ジャンハオ最初こそ多かったよ。やっぱそっか、やっぱセンターになるだけある人やね、じゃあ。うん、ダンス結構、うん、すごかったわ。うんうんうん、うん。でもなんかあとね、あと J の歌声もすごかったし。うんうん。これね、実際にちょっと歌ってるやつ聞きたいね。この、レコーディングしたやつじゃなくて。そうね。ステージだとまた違うもんね、きっとね。いや、そうなん。で、あとさ、最初の、まあ、パートかな？イージョンヒョンくん。なんか、イージョンヒョンくんもこんな上手な？みたいな。ほら、うちらさ、多分あまり記憶ない感じで、うん、イージョンヒョンくんが今回残って、え？かっこいいねとか言い始めたじゃん。遅いじゃん、うちら。遅かったわけじゃん。出会いが。そう。すごい遅咲きのうちらね。そう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 。だから、すごい上手いっていうことにやっと気づいてさ。なんか、うん、なんかね、残る、言い直して。いや、なんかすごい発見したみたいな気持ちになったん。うんうん。いや、わかる。めっちゃわかる。ねえ、セクシーやね。彼もまた。セクシー。いや、でもセクシーといえばもうリッキーもセクシーよ。いや、リッキーはね、リッキーやばいよ。リッキーはやばいよね。いや、力よなんかマジで。このね、黒いシャツみたいなのも個人的にすごいずるいん。いや、ずるい。だって力よだってもうこれステージショーみたいな格好しとるもん。いや、そうなん、そうなん。いや、色気ってなるね。うん。いや、そうなん、そうなん。なんか、これ力の色気とかセクシーな感じがね、マジでこの、なんて言うんだろう。なんか存分に感じられるっていうか。あー、そうだね、そうだね。うん。これ衣装着た時もっとやばいね。うん。あっとるね、世界観にね。あっとるあっとる。でもうまいよね、本当に。いや、そうなん、うまいよね。え、なんかさ、まあ、あれだもんね、ウィーファーの、ウィーファーだもんね。そういえば、この二人、うん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 、ジャンハオとリッキー。そうね。あー、もう、仲間って一緒にやっとるやね。いいね。うんうんうん、え、あとね、ルイさんもね、やっぱすごかったよ。もう体感マジ、やっぱルイさんも体感すごいからさ。いや、そう、ルイさんなんてもう体感の男だもんね。いや、そうなん。くるくるが止まらんもんね。そうそう。やっぱさ、なんか、ルイさんといえばこういう布とかさ、酔い棒とかさ、うんうん、そういうイメージだからさ、マジで、ルイさんはほんとここだろって感じだな。確かに、もう小道具を巧みに操るもんね。うん。いや、なんか、オーバーミー本当にステージ良さそうだわ。なんか、めっちゃ期待しとる私、ここ。いやー、わかる。そうだね。なんか、5人っていうのもなんか、めちゃいいよね。うんねえ、待って、うちらさ、オーバーミー何も書かんかったよ。オーリーの手の後何も書いてなかったじゃん。ほんとだ。書いて。見ちゃった。ねえ。うん。じゃあ、オーバーミー楽しみという雑なこと書いとくね。これあの、リボンみたいなやつ。リーボン、リーボン。色っけ。色っけが、色っけ、色っけ。じゃあ次が狭ねね。うん、まあ。ここがいわゆるアベンジャーズ、ね、のやつだけど。注目度も高いし。うん。いや、あのさ、こう先にちょっと言わせて、やっぱ私、メテュー、メテューだからさ、私。そう、あなたメテュー。私、メテュー。あの、メテュー、すごい、合っとるね。合っとる。いやー、マジで合っとる。いや、思った以上に良かったわ。なんか、まあ、多分ね、もちろんパート問題で、多分自分が、もともとやりたかったパートじゃないと思うんだけど、うん、メテューはね。うん。でもなんか、この感じなら、あの予告の感じね。なんかなんだっけ、キャラクターがあるサブボーにやってほしいみたいな話だったじゃん。そもそも。うんうんうん、予告で。で、でもまだ
僕がやったら失敗するよっていう流れだったけど、まあ多分サブボにやってるんだろうね、メテューは今。そうだね。で、やっぱあのキャラクターがあるメテューがっていうのにふさわしい、その言ってること正しい感じだったよね。うんうん、そうそうそう。なんか例えば一人でさ、ちょっとコミカルの動きしてダンスしたりとか、うんうんうん、なんかそういうキャラクター本当に感じさせるようなキャッチーな動きいっぱいあったから、そう。あとやっぱ表情もね、このニコニコしてるから、マジ背真似にぴったりで、プラスで。わかる。てかずっとニコニコしてめっちゃ可愛いよね。そうなん。ありがとう。はい。メテュー可愛いと。いつもは、ほら、メテューの3点セットなんだっけ、キートロさん。切れ長なめと、鼻筋と、うん。エラ。あ、そうです、そうです。おめでとうございます。何のおめでとうのなんかそれをさ、結構セクシーな感じでさ、アピールしてきた、うんうん、来てたわけじゃんね、ステージでは。うんうんうん。普段割と可愛いけど、みたいな。でも今回は、まあそのもちろん、切れ長な目もさ、エラも、鼻もさ、鼻筋も、まあありつつ、まあ当たり前なんだけど、メテューだから。ありつつ、ありつつ、キャラクターの可愛さみたいなのがすごい見れそうで、なんか楽しみ。うんうん、いや、そう。なんかさ、ユジンくんがさ、右側で、なんか、あれなんかバルーンを空気入れとる振りなんかな。あれバルーンなんだ。私、井戸だと思った。井戸の水くんどるかと思った。いや、井戸の水くまんやろ。今、井戸の水くまんやろ。わからんよ。なんか、で、シュッシュッシュッってやってるときに、横でさ、左側で4人が頭の上でハート作るじゃん。うんうん、多分バルーンなんかなと思うんだけど、空気入ったんで。あ、そっかそっか。お水プシャーじゃないんね。噴水噴水プシャーみたいな。なんなあ、井戸の水でパーって。井戸の水溢れ出したんかなとって。どんな表現してくるん？いや、置いといて、そこのハート作るとこさ、メテューがさ、もう口も膨らましてプクーって言って、超可愛いよね。ありがとう、可愛いよね。そうなん、なんかね、ほんともう、ダンプラナインになんかすごい、なんか幸せな気持ちになったわ。いや、わかる。うん、いや、だから、メテュー今回良かったなと思って、セイマイネームで良かったと思って、嬉しいわ、私は、うんうんうん。で、あとね、そのメテューも良かったんだけど、もう、スンオンくんも超良かったね。いやめっちゃ良かった。ね、これ多分、キータさんちょっと悔しい案件だよね。やっぱり、キムテレと若干被るから、ポジションがね。そうね。そうそうそう。まあ、でもちょっとそれは置いといて、スンオンくんの歌声すっごい合うね。合う。いや、そう。なんかね、歌声聞いて、なんかもう納得したっていうか、悔しさはもちろんね、残ってはいるけど、ほんとね、めちゃくちゃいいんよ。うん、いや、なんか私さ、デビュー予想でさ、うん、スーオンくん入るかもみたいな感じで、うん、予想に入れてたじゃん。うん。これ、割とあり得るなと思ったもん、これ見て。ああ、そうだね。いや、なんかわかるわかる。なんかね、見つかる感じするよね。今、もともとすごい実力知られとるけど、なんか、スーオンくん必要だって思わせるような歌声だと思う、今回のは。うんうん、わかる。セイマイネームの曲にめっちゃ合っとる歌声が。ねえ、パートもすごい多いし、見せ場あるから、結構目立つと思うよ。セイマイネームのこの強めんで目立つは相当やばいよね。そう。なんかさ、最初このメンツ見たとき、なんか、スーオンくんだけ、まあ、ちょっとだけ順位がさ、まあ、この他の4人よりかは下だから、なんか変な意味で浮いちゃうんかなってちょっと思ってたけど、全然浮いかないね。やっぱ実力はさすがやったし。さすが。なんか、ね、わかる。スーオン来とる理由わかったわ。もともと来とるなーって思っとったけど、私もすごい納得した。ああ、自分、だから自分で言ってることの答え合わせできたみたいな感じだよね。そう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 。いや、わかる。なんかね、めちゃくちゃいい。いや、押せるわ。そうだね。なんかすっごい楽しみだわ。ね。で、あと、ソン・ハンビンはさ、この時は茶髪だったね。あ、確かに。今、広告でね、広告で、ファンがね、鉢合わせというか、会って、黒髪にしたんだって、ソン・ハンビンが、ソン・ハンビンから話しかけられるという奇跡を起きとったもんね。そうそう。なんか、あれ結構、会話しとっていいよね。いや、そうな。なんか、メモ帳になんか、猫ちゃんの絵描いたんかな。なんか、犬かな、うんうん、ワンちゃんの絵描いたよ、みたいな。ピラピラって、なんか、会話したりして。何これってなってさ。何みたいな。しかもやっぱさ、セイマイネームどうして選んだのって言ったら、やっぱ新しい姿をお見せしたいって言ってたみたいね。やっぱりうん、やっぱりそうだったみたい。てか、そもそも会話できるのいいよね。なんかいるんだ、みたいな。ね。いいよね。だってさ、まだオーディション中なのに会話できる世界やばいよね。いや、そうなの。広告
っていいよね。いいね。いや、そうなん。いやー、なんかすごい。ねえねえ、相反便の広告感想なの。広告に来た感想なの。関係ないから。いや、相反便はもちろん精米ネームのさ、なんだろう、軸みたいな。なんだろう、背骨みたいな。うん、その、うんうん、どっしりとした安定感、ダンスをね。そうね。だし、歌い出しもやっぱ相反便のさ、めちゃくちゃ綺麗な歌声から始まるっていうのもすごいいいし。うん。なんかあとさ、思ったんがさ、予告でなかったね、ソンハンビンみたいな掛け声みたいなパートのやつ。ああ、キムジウンみたいなやつないね。そうそうそう、あれあるんかなと思ったらなかったから、どこでやるんだろうみたいな。ね、あれはライブバージョンっていうか、ステージバージョンなんかね。そうそう、ニコニコエクボニコみたいなさ、ソンハンビンかな、うん、だったような気がするんだけど、なんかそういう可愛いやつのやつは、やっぱステージじゃないとこう見せてくれないのかみたいな、なかなかね。ああ、なるほど。じゃあそれはもうほんとステージのお楽しみだね。うん。で、あと多分これキリングパートはさ、俳優陣なんかね。あー、かな。もともとうちらは俳優陣っていう噂聞いてたけど、うん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 、でも最後俳優陣でめっちゃ可愛いもんね。いや、めっちゃ可愛い。ね、なんかさ、俳優陣がさ、この例えばサムネの顔とかさ、ポテってやっとるのとかちょっと沼いよね。あー、確かに首の角度。いや、そうなん。なんかね、これぬなさらへん言うとるね、これね。言ってますね。ぬな、ぬながね、もう本当に。ああ。ぬなさらんへーだから。かわいいね。確かに。なんか、ジューンもなんかちょっと微笑んどる、なんか軽く微笑んどる感じが、なんかかわいいね。キムジューンさ、その、バルーン担当の時のなんか動きめっちゃおもろいね。かわいくて。バルーン時。なんかね、コミカルな動きというか、このかわいらしいキャッチーの動きのキムジューンがほんと新鮮で。うんうんうん。ねえ、だってワーワーワーエーしてないよ、初めて。いや、そうだね。確かに、今回ほら制服っていうかね、の衣装だから布も多めだしね。いや、そうな。いやいやいや、普通なんよ、それが。あ、そっか。それ普通なん。そう、だから本当に、なんかね、キムジューの努力めっちゃ感じて、頑張ったんだろうな、みたいな。確かに確かに。でもこれはまたいいよね。なんか本当に、本当に新しい一面だからさ。うん。うんうんうん。なんかすごくいいよ。うん、なんかね、あと個人的にはでも、なんかデビューして、今後もっと馴染んでくんだろうなと思って。うんうんうん。そう、なんかそれもね、ほんと楽しみ。デビューしてると思ってるから、デビューすると思うから。うんうんうん。そうそうそう。なんか例えばね、アイランドのね、ジョンウォンがこういう可愛い曲やってみたら、アイランド中に。結構硬い、硬いって言われて、なんか表情あんまり良くなかったみたいな感じだったんよ。他のみんなもすごい上手だったから。だから、なんか評価すごい良くなくて、最下位ぐらいの感じだったんで。結構下の方みたいな。うん。でも今は多分めっちゃジョンウォンすごいから、そう、なんかそうやってさ、どんどん、ここのオーディション中は、この頑張って努力するキムジウになりますみたいな感じだけど、よりどんどんナチュラルに自然に、この一歩一歩的なやつやってくるんだろうなと思って。あー、なるほどね。じゃあ、いいね。そう、成長を見守れるね。そうそう。だから、うん、私が待ってるのは、もちろんね、ワワワイエーのキムジウもそうなんだけどさ、やっぱセーラー着て、セーラーのセーターみたいなやつ着て、うん、で、ここでやっぱちょっと短パンみたいな。あー、確かに。もう、キムジューンが短パンになる日まで、もう見守ろう。うん、足すごいもう、たくましそうだけどね。確かに。確かに。これいいね。よいしょ。あ、うん、似てるじゃん。似てるじゃん、ちょっと。似てる、似てる。何似てる、似てるって。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ次が、アンギャルド。いやー、ここね、ここもすごい良さそうだよね。うん、いや、めっちゃ良さそう。なんかさ、ゴヌックンがやっぱね、力強さ、もう力持て余しとるんかね、サビとかすごいよと思って。本当に。いや、わかる。力強さ半端ないね。いやー、なんか、合っとる。てか、うん、ダンス上手いなって改めて思ったよね。ゴヌックン。そうだね。なんか、しかもパワーある人ってなんかすごい硬くなったりもするんだけど、なんか、それがなくて、ちゃんと、うん、うん、ちゃんと上手。柔軟性ある感じだよね。あ、そうそうそう。うん。だから実際見たときめちゃくちゃ迫力ありそうなんよね。ダンスうまい上に。そう。なんか、うんうん、そうそう、柔らかさもあって、なんかすごそう。うん。ね、ステージ映えめっちゃしそうだよね。いやー、そうなん。これは目立つよ、絶対。実際見たら。なんか現場やばいと思う。うん。そうだね。うんうんうん。だって、ゴノックの軍服やろ。軍服かわからんけど、ミリタリー的なさ、ハーネス、
まあ、お守りしますみたいな感じやろ。そう、警備みたいな、警護みたいなやつだよね。警備だぜ、ね、騎士みたいなね。騎士みたいな。そうそうそう、かっちりしたね。いや、絶対やばいって、わ、見たかった。いや、韓国。いや。あとね、キータラさんがね、驚いてたんがね、やっぱり、ギュビンのあの小顔っぷりね。そう。スタイルやばいよね、やっぱり。スタイルやばい。ちょっとキャップかぶってるからさ、お顔が最初ね、わかんなかったんだけど、いや、もうこのスタイルやばいの誰ってなって、ギュビンってなったよね。いや。うん。めっちゃ顔小っさいよね。ああ、やばい。しかもさ、ギュビンって意外とパワーあるよね。うん。そうなん、なんかギュビン真ん中来るところとかさ、めちゃくちゃ迫力あるんよね。ね。なんか意外ととか言ってめっちゃ失礼だけど、うん、なんかやっぱ細いイメージもあるからさ。うん、そうね。そう、でも、うちら忘れがちな、多分さ、ドボの曲やった時の力強さね。確かに確かに。あれをほんと思い出してって感じだよね。そうだ、いっちゃん最初のね。そう。あれを胸に。うん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 。いや、そうなん。で、あと、クムジュンヒョンも、なんかゴヌクと同じぐらいの体格って噂聞いて。うん。そう。なんかそれぐらいムキムキな感じらしくて、力強いらしくて、ガタイみたいな。あー、なるほどね。なんか結構細いイメージあったけど。いや、でも私これ見て、この T シャツの感じのクムジュンヒョン見て、あ、うん、そうだわって思ったんよね。確かに、この白 T の感じすごい伝わるね。そう。なんか、うん、いや、なんかね、そういうムキムキ系だと思ってなかったから、なんか、え、いいじゃんってなったの。ちょろいけど。確かに筋肉、ね、ポイントだもんね、この名前的には。いや、そうなん、そうなん。伊達にさ、ほら。まだあれかくん見てるかーって言って。そうね。わわわ言えよの再現ね。そう。いや、クムジュンヒョンなら多分ここさ T シャツじゃなくても多分すごいんだろうね、筋肉ね。あー、でも確かにそうだ、この感じだったらね。うんうんうん。いや、いいわ。そうだね。なんか顔が結構シュッとしてるから、細いイメージあったけど、そうだね。結構筋肉あるね。ねえ。うん。あと、スンファン君がさ、結構高音のパートあったりして、なんか私、スンファン君が高音できるって知らなくて、うん。ごめん、ちょっともしかしたら見ようとしてたような気がするんだけど、なんか新しい魅力って感じで、びっくりしたん。ね、いや、わかる。結構あの真ん中来るとことかだよね。真ん中来て、ファーって結構叫ぶとこ、高音で。いや、そう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 。うん、あそこなんかめっちゃさ、音源でもすごいいい声だったから、うん。うん、ステージめっちゃ楽しみ。いや、そう思った。ねえ。で、まあ、あと、ボーカルといえば、それはもちろん、フイ君もないよ。いやそうだね。いや、すごくてさ、やっぱさすがだよね。うん、こうのとこはもう、お任せあれだよね。うんうん、そうだね。なんかもう、ちょっとした声とかもすごいいい声だからさ。わかる。これもフイ君のね、歌声超堪能できそうだね。うん。あと、なんか個人的には、このプロデュース能力みたいなところ。うんうんうん。なんか、今回はさ、そのリーダーやるために、わざわざトイレでちょっと練習して、リーダー、立候補するためのちょっと練習して、うん、すごい、バーって思いを話して、胸にすごい長く話してるよ、みたいな編集されてうんうん、うん、なんかなったわけじゃん、リーダーに。そうね。で、やっぱそれはさ、すごいいいステージを作りたいから、が、で、なんか自分が今までやってきたこと全部こう注ごう、みたいな感じで多分やってるわけじゃんね。うんうんうん。で、多分結果すごいいいステージになったっぽくない？この感じは。いや、そうだよ。てかもうこのダンプラの感じでもすごい伝わってくるよね。いや、そうなん。なんか、あと、衣装もめっちゃ私的にやっぱ正解だったし、すごい、うんうんうん、なんだろう、みんなが好きなコンセプトなわけよ、やっぱり。そうね。なんか、この感じなかったじゃんね、他のチームはね。うんうんうん。なんかさ、宮殿でお守りします系やろ、だって。女子の夢やから、そんな。マジで。いや、なんかそこのなんか感覚とかさすがだなって思わされたし。うんうんうん。うん。だからこの過程とかもね、すごい楽しみなんよね。ああ、そうだね。確かに。うん。で、あと、ヒロト君もね、まずここのすごい強いチームにいるっていうのもなんか最高だし。うん。あと、ラップでめちゃくちゃかっこよくてさ。わかる。そうね。うん。なんか、だんだんね、クムジュンヒョンとね、心が叫ぶんだ今、みたいなとこやっとったよ。ペアで？すぐ言うじゃん？重なったら、ね、そう、重なったらすぐそれ。ね、だいたい1分14秒ぐらいなんだけどね。うんうんうん。いや、わかる。でも、ほんとさ、なんかこのかっこいいコンセプトもすごい合うよね、ヒロトくん。うん。ねえ。なんかさ、結構今まで可愛いやつ、うん、ボーイプラではやってきてたもんね。フレッシュな。うんうん、そうね、うん。そっか。だからあの衣装着るヒロト、やばいね。やばい。それもめっちゃ楽しみ。ね。で、以上でね、今回、
ダンプラのね、感想言ってたけど、いやいや、なんかめっちゃちゃんと見た感じがするからさ。うんうんうん。なんか、本番見たとき、ああ、これこれみたいな、なんだろう、新鮮さはちょっとないかもしれんね。残念ながら。まあでも結構ね、それをさ、衣装付きで見られるから、またちょっと違うことには絶対なるよ。ああ、そうだね。いや、そうだわ、そうだわ。衣装楽しみだわ、うんうん。ね、なんか、あれなんかどんな衣装だったっけ、なんかちょっと忘れたわ。なんかもうとりあえずハーネスみたいなすごいよね、こんなんで。家でしてて。で、なんかバッチみたいな。肩ら辺が、うん、バッチとか。あ、肩ら辺バッチついとる？うん、肩ってか、なんか胸ら辺だったかな。うん。うん。ああ、ちょっと研究してくるね、軍服について。いや、別にしない。もうこうなんかこんな感じよね。とりあえずタスキみたいな、うん、かけとけばかっこいいんやじゃ。うんうんうん。で、なんか今のところこの5つさ、チームのダンプラ出たやつ見たけど、再生回数的には、今のところ現時点8時間経った、公開から8時間経った今の時点では、1番目がやっぱ Say My Name。やっぱり？うん。で、2番目がスーパーチャージャー。あ、すごいね。そう。で、3番目がオーバーミー。うんうん。で、4番目がアンギャルド。うん。で、5番目がスイッチの順となってます。おー、でもなんか意外と見たらそんなすごい差があるわけではないね。うん、そうだね。割と結構まんべんなくどこも再生されてるイメージだね。あー、そうだね。まあでもやっぱ精米にはそう言っても期待値高いし、みんな見たいって感じだよね。そうだね。ちょっとだけやっぱ頭抜けてるかもしれないね。あー、なるほどね。いやー、なんか実際放送した時また編集とか、そのやっぱ雰囲気、衣装着た時の雰囲気とかで、うん、またこう、みんなの、なんだろう、あ、こっちの方がいいとかさ、こっちの好みとか、また変わってきそうだから、うんうんうん、なんかこういう再生回数とかもまた変わってくるかもしれんね。実際、公開されたら。そうだね。ステージはまた変わるかもしれんね。うんうんうん。まあだからさ、ボイプラの次の放送が楽しみだよね。そうだね。